大丈夫ですか？ええ。ありがとう。ねえ。なんですか？名前で呼んで。え？恋愛経験ゼロの俺が、なぜ美人上司と密着しているかというと、ことの発端は数日前に遡る。みんな、おはよう。今日も頑張ろうね。はい。彼女は俺の上司の、欅坂優香さん。美人で優しくて、全男性社員の憧れ的存在だ。もちろん俺も例外ではなく、欅坂さん、すみません、これなんですけど。ん？あ、その会社は他とは別のフォーマットを使ってるの。ちょっと特殊なんだけど。え、そうなんですか？大丈夫。小池くんならすぐに覚えられるわ。こんな優しい上司のもとに配属されてラッキーだな、と思っていた。そんな俺は小池道人、24歳の会社員だ。今日は仕事帰りに合コンに行くはずだったのだが。もしもし？ああ、久しぶり。どうしたの？ねえ、うちの会社のこと小池くんの会社の男性陣で合コンしない？俺を合コンに誘ってくれたのは、学生時代の友人、かなちゃんだった。え？合コン？いいよ、やろうやろう。大学の頃、密かにかなちゃんのことをいいなと思っていた俺は、もしかして彼女も俺のことを？と期待したが。決まりね。あ、同期の寺田くんも誘ってね。え？寺田というのは俺の同期。なぜ寺田を知っているのかと聞くと、仕事中に偶然カフェで知り合って意気投合したのだそうだ。俺は電話で玉砕したわけだ。とはいえ、今更やっぱりなしでとは言えない。彼女と日程と場所を決めながら、合コンで絶対に素敵な女性を見つけるんだと思っていた。俺はもともと惚れっぽいタイプで、振られた経験だけは豊富なので切り替えが早い。唯一の長所かもしれない。合コン当日、絶対に残業しないという固い意志で仕事に取り組んでいた。ねえ、小池くん、今日はすごく集中してるわね。欅坂さん、何？昨日、七熊テラスにいませんでした？え、どうして知ってるの？私たちもあそこにいたんです。そうなの。声かけてくれればいいのに。いや、声かけられませんよ。デート中なのに。そうですよ。しかもあんなイケメンの。違うわよ。デートじゃなくて。え、そうなんですか？だってすごい仲良さそうに見えましたよ。確かに仲はいいけど。お話し中にすみません。取引先から電話が。うん、お電話変わりました。欅坂です。彼氏じゃなかったんだ。欅坂さんの慌てぶりからして付き合う直前って感じなのかな。キャー、一番楽しい時ね。欅坂さん、そうなんだ。いいな、俺も恋したい。上司の恋愛事情を小耳に挟み、ますます合コンへの期待が膨らんだ。それなのに。あれ？あれあれ？ん？どうした？消えた。何が？朝から作ってた資料が。げ、保存してなかったのか？うん。うわぁ。どうしよう。これじゃ合コンに間に合わない。よし。俺に任せろ。え？電柱、円柱、タコ柱。復活！はっ！え？何？我が家に伝わる、消えたデータが蘇る呪文だ。はあ？これでダメなら、最初からやり直せ。もちろんデータが復活するはずもなく。ああ、どうしようどうしよう！俺たちに任せておけ。同期戦隊のみんな、助けてくれるのか？合コンには俺が代わりに行っておく。え？仕事を手伝ってくれるんじゃなくて？許せ、小池。と思うよ。お前の分も楽しんでくる。ああ、しくった。なんで豆に保存しなかったんだよ、俺。同期との茶番のおかげで、合コンへの未練は何とか断ち切れたものの、自分のうっかり加減に嫌気がさした。小池くん、大丈夫？手伝おうか？欅坂さん、でも。一緒に頑張ろう。はい。ありがとうございます。欅坂さん優しいな。欅
今日は寺田くんたちと飲みに行く約束だったの？はい、実は合コンで。そうだったの。それは残念ね。はい。じゃあ小池くん彼女いないんだ。はい。っていうか、いたことがなくて。そうなの？モテそうなのに。いや、全然ですよ。振られた人数イコール年齢ですから。え？あ、ごめんなさい、つい。驚きますよね。俺、惚れっぽいんです。みんな素敵に見えちゃって。小池くんらしいかも。え？一緒に仕事してて、よく周りが見えてるなって思うのよ。人の名前と顔を覚えるのも早いし。そうですか。そんな風に言ってもらったの初めてだ。この胸の高鳴り、やばい、好きになってしまう。欅坂さんにはいい感じの彼氏がいるのに。小池くんの優しいところを好きな人はいたんじゃないかな。いや、優しすぎて頼りないって言われたことはあります。いい感じになってもいつも振られるんですよね。そういうところ私は好きだよ。え、今好きって？落ち着け。俺は女の子に優しくされるとすぐに好きとなって告白し、そういうつもりじゃなかったと振られてきた。欅坂さんだってきっとそうだ。またまたイケメン彼氏がいるって噂じゃないですか。え？あれはそういうんじゃないの。本当に実は私、恋人いたことなくて。え？恋愛に臆病でくよくよ悩んじゃって、告白したことさえないの。え、意外すぎる。そうなんですか。でも悩むのは相手を大切にしたいからじゃないですか。欅坂さんは仕事でも相手への気遣いをされているので。あ、すみません、分かったようなことを言って。うん、嬉しい。そんな風に思ってくれてたんだ。もしかして彼も。ねえ、私と付き合って。え？落ち着け。俺、これは映画とか買い物に付き合ってくれって意味だ。これまで何回も勘違いしてきただろう。でも欅坂さんとプライベートでも会えるのは普通に嬉しい。はい、ぜひ。そんなわけで、俺は欅坂さんと一緒に金曜の仕事終わりに映画を見に行くことになった。今日の欅坂さん、いつもに増して可愛いな。欅坂さん、今日のファッションすごく似合ってますね。え、そうかな。おお、照れてる。社内一の美女って言われてるのにこんな可愛い反応されたら好きになってまうやろ。今日も電車混んでるな。キャ、大丈夫ですか？ええ、新しい靴だからバランス崩しちゃって。俺に捕まってください、欅坂さん。ありがとう。ねえ。なんですか？名前で呼んで。え？名字だと仕事中みたい。はい、優香さん。ありがとう、道人くん。惚れてまうやろ。惚れっぽい俺は一日で欅坂さんの虜になった。可愛かったな。あんな人とずっと一緒にいられたら最高だろうな。なんだ？まだ合コンのことを根に持ってるのか？冷静になれ俺。虜になってるのは俺だけ。今までもそうだったじゃないか。大丈夫か？そっとしておいてやろう。小池くん、お昼一緒にどう？やることがあるので、俺はデスクで食べます。そう。なんだか、そっけない？会社には秘密にしておきたいのかな？私は言いふらしたいぐらいなんだけどな。運動部の男子高校生みたいな食べっぷり。どうして太らないの？その日、俺は就業時間まで欅坂さんをまともに見ることができなかった。はぁ、しんどい。上司が可愛すぎてしんどい。小池くん、この案件なんだけど。はい。え？くっつきたかっただけ。おいおい、可愛いモンスターか？
小池くん、今帰り？はい。何かありましたか？ううん。また明日ね。バイバイ。お疲れ様です。勇者俺、可愛いモンスターに乾杯。もしかして、欅坂さんも俺のこと、俺は、欅坂さん。もう遅い。ごめんごめん。行こう。今日は泊まってくれるでしょうね。うん。あ、いい感じになってた人とうまくいったんだな。やっぱり俺の勘違いだった。惚れっぽい俺にはよくあることなのに、胸には今までにないぐらい大きな穴が開いていた。それから数日後。なんだかずっと小池くんがそっけない気がする。私と付き合ったこと後悔してるのかな。みんなちょっと聞いてくれ。どうしたんですか？実は関西支社で欠員が出てな。誰か2ヶ月間向こうに行ってくれないか。だよな。俺行きましょうか。え？小池、いや助かるよ。いえ、いつからですか？そうだな、こっちの仕事の進捗もあるだろうから欅坂と相談してくれ。はい。頼んだぞ欅坂。はい。どうしたの？泊まりに来てあげたのに元気ないじゃん。うん、実はね、彼氏が転勤することになって。え？誰かが行かなきゃいけない状況だったんだけど、付き合ってるんだから私に一言相談してくれてもよかったのにって。そうか、まあそう思うよね。それにね、付き合ってからの方が付き合う前よりそっけなくて、私がっかりされちゃったのかな。ゆうか、考えすぎてるよ。ゆうかの悪い癖だ。だね。本人に聞いてみるしかないじゃん。このまま遠距離になるのは嫌でしょ。うん。もしかしたら私と一緒にいるところを偶然見て浮気してるって勘違いしてるのかもよ。鈴香ったら、あなたを彼氏だと思う人がそうそういるわけないでしょ。でもありがとう。心が明るくなったよ。どういたしまして、お姉ちゃん。ねえ、どうしてその人のこと好きになったの？あのね、1年前にね。初めての部下だ。緊張する。しっかりしないと。どうしよう。欅坂さん。はい。小池です。今日からよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よかった。え？あ、すみません、欅坂さんも緊張してるみたいだったからつい。バレた？なんとなく。一緒に頑張ろうね。はい。それから一緒に仕事をしていくうちに気がついたら好きになってたよ、道人くん。転勤が決まると一気に忙しくなり、残業することが増えた。その方が欅坂さんのこと考えないで済むからいいんだけど。いや、まだ残ってたのか、寺だ。まあな、ちょっといいか。うん、どうした？あのさ、もしかして転勤を引き受けたのって、え？俺がお前の友達と付き合ったからか。え？え？付き合ったの？え？知らなかったの？おう、おめでとう。みちと。あ、ありがとう。でも、じゃあどうして？実は、失恋してさ。なるほど。こっちにいると引きずっちゃいそうだから。いや、違うのか？まだ彼女のこと引きずっていたいんだ。でも顔見ると好きって言っちゃいそうだからさ。そっか、好きなんだな、その人のこと。うん。それからあっという間に転勤する日がやってきた。終業後に新幹線に乗ると伝えたら、欅坂さんはわざわざ見送りに来てくれた。向こうでも頑張ってね。はい。私も頑張るね。小池くんがいないと寂しいけど。欅坂さん、好きです。え？すみません、一緒に映画を見た日からずっと言いたくて、付き合っても好きも嬉しかった。
欅坂さんはそういうつもりじゃなかったと思うんですけど、俺にとっては恋でした。みちとくん、え、なんで過去形にするのよ。え、好きって言いなさいよ。こっちはずっと君に恋してるんだよ。それってイケメンと付き合い始めたんじゃないんですか。え、まさか一緒にいるところを見て。はい。あの人は違うの。あの子は私の妹なの。え？え？すみませんすみません、本当にすみません。その後優香さんはビデオ通話で妹さんを紹介してくれた。大丈夫ですよ、気にしないでください。うん。優香さん、出張先で浮気したら許さないから。はい、絶対しません。うん。みちとくんが帰ってくるの待ってるね。はい。俺の勘違いで初っ端から遠距離になってしまったが、初めて実った恋を大切にしようと俺は心に誓った。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。